防止要庁とは、シナ事変における大日本帝国陸軍のスローガンで、第二次世界大戦の直前から終結までの代表的な反中キャッチフレーズである。ただし、当時の中国は共産党政府ではなく国民党政府である。言葉の意味は、亡霊品を要庁すの短縮型で、横暴な中国を懲らしめよう意味するキャッチフレーズである。大本営が、 国民の戦闘精神を鼓舞するために利用したスローガンでもある。1937年7月の六甲橋事件及び通州事件を発端にして引用されるようになり、防止を兆国民大会が数多く開催された。同年7月21日には日本革新党が日比谷公会堂で開催したほか、9月2日に東京府東京市の芝公園で開催された。 大使同士会主催、貴族院及び在京軍人会、政財会公演による防止用帳国民大会では、教筆移動や抗日絶滅がキャッチフレーズとなっており、政財会や言論会の人物が登壇したという。こうして盛り上がった反中感情は、日本国内で、諜報活動、間接侵略を行うソ連のゾルゲ諜報団、尾崎秀美の工作によって、 戦闘、利用され、泥沼の日中戦争を経て、太平洋戦争につながっていった。台米海戦後は、帰畜米英が前置されるようになり、合わせて、帰畜米英防止王朝となった。第二次世界大戦後の国境内戦の結果として、中国共産党が中国を制し、現在に至っている。従って、第二次大戦後は、防止王朝の子が、 反中共運動のキャッチフレーズとしても用いられている。ありがとうございます。